皆さんこんにちは、プラケです。ペコル生後93日目プラケのレオパ育児日記やっていきたいと思います。今日もルーナとホーチーも餌やりしていきますんで、3匹分の撮影をしていきます。よかったら最後までご覧ください。おとといペコルさん1匹しか食べなかったので、今日は2匹食べてほしいところです。はい、食いつきました。よかったよかった。今日はね、2匹食べてほしいっすね。はいよ。やべ、ピコさんもう一匹食べてよ。1匹じゃちょっと抜かれちゃうぜ、放置に。またどうやら食べなそうですね。食べないよね。いらない感じです。今日も1匹と。もうちょっと食べてよ、ペコさん。じゃあ体重測定をしていきます。よい、 28g ですね。はい、というわけで今日のペコロさん、コオロギ1匹で 28g という結果でした。ではね、ルーナにあげていきたいと思います。はい、続きまして第2号ベビールーナですね。さあルーナも、さあ餌をあげていきます。おっと、ちゃんと映る前に食べ始めちゃった。最近はね、すごくね、ルーナ食いつきが良くなりました。やっぱ1日おきにするとね、すごくいい食いつきですね。お、2匹連続できそうだね。はい、OK。 この調子でね、食べてくれるといい成長ぶりを見せてくれるんじゃないでしょうか。試しにもう1匹ね、ペコル残したし見せてみます。本当は普段2匹なんだけど、3匹とか食べないか、さすがに。急にリアクションが、お、行くね、これね、行くね、えらいえらいえらい。お兄さんペコルの分をね、残した分をルーナが食べてくれました。はい、ではね、ルナの体重を測っていきたいと思います。23g。 おお、いいですね。やっぱりたくさん食べたので体重も増えましたね。22と23微妙なところですけど、 23g の方が表示が長いので、じゃあ 23g ということでいきましょう。じゃあ今日のルーナはコオロギ3匹で 23g という結果でした。では第3号ベビーホーチーに餌をあげていきます。はい、では第3号ベビーホーチーに餌やりをしていきます。ホーチーさんはね、まあ相変わらずの食欲を見せてくれるでしょうか。そこすごく取りづらいな。よし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 、はいよ。早いね、見つけるのが。あれ、空振り見えるこれ。はいはい、 OK。
いい食べっぷりですね。はい、2匹目。はい、2匹食べてくれました。少しね、ホーチも頭に模様が出てきましたね。あんまりあれかな、ルーナもそうだけど、ピグメントが細かく出る感じではないのかもしれないですね。誰に似たんだろうな。結構ね、ブッシーは細かめのピグメントなんで、ルーナがね、似てるんですけど、またあれですよね。ペイさんともね、ちょっと違うような感じなんだけど、まあこれから成長がちょっとね、楽しみですね。はい、ではね、ホーチも体重測定をしていきたいと思います。ホーチは 27g ですね。はい、というわけで今日のホーチはコオロギ2匹で 27g という結果でした。はい、では今日もね、3匹の餌やりと体重測定をしていきました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。